ました。あ、焼きそば。じゅんちゃん、はい、うわー、召し上がってください。ありがとうございます。紅生姜、ガリやもんね、もうね、うん、ガリや、そうか、うん、あ、これはもう、あ、羨ましい。まあ、向こうはあの朝からこれやってる人が多いから、多いっす。やっぱこの対象とかちょっとまだ違いますか。今までこうさ、焼きそばの中で、うん、違います、違います、ほんまに一番うまいかもしれない、これ。なんやこれ、ちょっとソースが、ホルモンよりうまい。めっちゃうまい、めっちゃうまいですか、これ。これめちゃめちゃ美味しいね、焼きそば。うん、ごっつめ。ツートップ。わあ、焼き飯も食べたいな。焼き飯も食べたいな。なん、大正しか売ってへんソース使ってるでしょ、これ。このソース。独特なソース、うん。めっちゃ美味しい。めっちゃうまい、ほんまに。焼き飯と焼きそばがツートップメニュー。うん、あ、だから上にあるね。うん。はあ。あ、猫ちゃん。450円、だいぶ安いです。かわいい猫ちゃんが。あ、焼きそば食いすぎたかな。丸々太ってな丸々セクシーやな。猫ちゃんめっちゃかわいい。めっちゃ懐いてるやん。はい、うん、あ、多いですね、今日。伊豆のこっちが、また来たらいらっしゃらない。あんまりね。でも学校に沖縄の、うん、あ、名前の人とかもう、はい、うじゃうじゃいってたような。いや、そんなことなかったけどね、僕の中学はね、はいはい、小学校もさ、あの、やっぱりあの平尾とかあっちの方の、だから区域別になるからあっちの方が多かった、うん、そっか、こっちまで来すぎるとガッと来ると まだ減りますね。ちょっと減るんや、はい。沖縄の人らはなん、でも工場の仕事しに来はったんじゃないですかね。あの三軒あるとこあるんですよ。僕んちの周りです、はい、うんうん、あそこに宝石工場があって。宝石工場、うん、そうそう、はい、それをで、その沖縄の人がバーッと引き出して、はい、じゃあ、そっか、基本大正駅の前の方に働きに行ってた。そうそれで住んでたんが、まあまあ真ん中あたりというか。そう、そんな感じで。僕はあんまりはっきりよう知らないけど、うん、こっちまで来たら、それは知らんかったな。うん、素晴らしい。ええ話聞けた。ええ話聞けたよ。大正区の外れになるからね、こっちは。ですよね。うん、そこの橋渡ったら IKEA とか、はいはいはい、インテリアとかあるけども、あそこも大正区ですか。大正区、大正区、はい、あ、大正区広っ、こっち、うん、こう広いです、こう広い、陸の孤島みたいな感じです、ね、ほんまに陸の孤島ですね、ほんまそれ、うん、チンチン電車ぐらい作ってくれたらよかったのにね。チンチン電車通ってた。あ、通ってたんですか。これ、ここの前のところ、へ、はい、これあの土掘り起こしたね、線路残ってます。知らんかった。あの市電でしょ。はいはい。あ、ここ大正駅まで。いえいえ、上本町6丁目まで。マジで。上本町で知ってる。はいはいはい、あそこまで。え、方向的には ずっとまっすぐ行く。いや、もう一緒ですよ。大正通り通って千日前通り通ってずっと上がってる。千日前通りも昔は市電走っとったんですよね。いや、そんなの知らんかった。知らんかった。いつまでやったやろ。えっとね、はい、
昭和40昭和40 43年前ぐらい。マジか。え、大正駅までは行かなかったんですか。いや、だから大正経由で。ああ、じゃあ、うん、大正経由でナンバー大正橋の交差点をあの右に、右に、うん、そうそうそう。じゃあマジで、ずっとあそこ先取ってたんですよ。なんでなくしたん、うん、もったいないというか、ねえ、ほんまになんで、まあ、と思うけど、うん、おしゃれやと思うけど、ねえ、おしゃれですよね。バーッとこうすごい高度成長で、うん、もう自然町ちょろ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 走っとったらやっぱりこう、危ないし、にしても、うん、ここから大正駅は残しててよかったね、うん、せめてね、大正から向こうは別としてほんまやで。じゃあバスと併用してね、うん、あったんですけど、いや併用してあった方が絶対いい、絶対いいのに、うん、住みよい、はいね、阪海電車は今でもあるわけやからね、うん、そうそうそう、なのけやけど、まあ、ルド手塚治虫のルドルフに次ぐですか。いや全然関係ない関係ないあ、ルドルフ、ルドルフ、かわいいなぁ、太って太って、ルド、ルドちゃんちゃん、あ、そんなもんなんですね。でもめっちゃかわいい、ルドちゃん、ルド捨てられたか、うん、まあ、迷子になったか、うん、うちのこの辺を、ちょうど今ぐらいやったかな、うん、いいね。もうこれの今のこの半分もなかったぐらい痩せてね。うん、外で餌あげとった。はい。かわいそうよ。めっちゃ甘いとこ。めっちゃ口かわい。甘い。寒いしかわいそうやなって言って。はい。なんも中でこうだろうか。なるほどなるほど。めちゃくちゃ甘い。愛されキャラやな。あんまこんな肌いじらしてくるのもない猫ちゃん。うん。信頼を勝ち得ました。ああ確かに。多分捨てられた守りのね、うん、去勢しとったみたいな。ああ、じゃあ、うん、ペットやったよね。そうそうそう。めっちゃかわいいよ。こんな触らせてくれるのじゃん。お犬さんやったらね、うん、ワンちゃんやったら、まあ、こういうワンちゃん置いてる。ちっちゃいなとこ、ハイターがありますもんね。あの中でね、え、サーブメイトにこの中入るんですか。入りましょう。軽い気がしようかなって。ルドルフおるやん。ルドちゃん、ここ入るらしいです。それでね、一回ね、ガスも乾かせやし、もう、リハちょっと時間遅れたことあるんですよ。待って、出るまで待ってなとか言って。なるほど。もうあれば、問われるやつが。あかんで、ルドルフ。ルドルフ。すげえな。あ、ジンジャー刺さったな。え、ルドルフ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 、ガッチリ入ってますね。思ってたより。うわ、ガッチリ入ってる。うわ、かわいい。寒かったんや。ルドルフ、賢いな。バスドラの中に入る猫初めてちゃいます。これが本当のドラ猫やるけどドラ猫やな、ドラムの猫。やるやん。そのまんまです。はい。すみません、ありがとうございます。わざわざ開けてもうて、はい、ありがとうございます。なんか、はい、こういうことあったら寄ってください。ありがとうございます。できたら4時以降でお願いします。はい、4時以降、あ、そうです、4時以降来ます。はい、ありがとうございます。お願いします。血と涙と汗と酒、こいつが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 噂を君はもう街で見かける君。